千と千尋の神隠しの主題歌、いつも何度でも。ゼロになる体が耳を。ゼロになる体という詩がとても印象に残る美しい曲です。実はこの曲は宮崎監督に大きなインスピレーションを与えました。そして曲の力を借りることで作品は完成したとまで言われています。仕事中の監督、カセットからはいつも何度でもが流れていました。作曲と歌は木村由美さん。弾き語りのコンサートで活躍する音楽家です。でもほとんど無名の彼女の歌がなぜ採用されたんでしょうか。プロっていうのは力をなくしてる時代なんですよ。かなり前だそうですね。5月のある日、主題歌のレコーディングが行われました。チューニングしているこの女性が木村由美さんです。演奏に使うのはライアーという縦ごと。横で見守るのは作詞の賀来和歌子さん。早速宮崎監督との出会いについて聞いてみました。ちょうどもののけ姫の映画を見まして、少し経った頃だったんですけれども、宮崎さんの作品に私の歌で参加したいなっていう気持ちがこう強くこう湧いてきた時があったんですよね。木村さんはその気持ちを一通の手紙にしたため宮崎監督に送りました。しばらくして返事が届きました。中には次回作の構想も書き添えられていました。なんか繰り返しこうしつこく浮かんでくるメロディーがあったんですよね。なんかいい曲ができちゃったんで、じゃあこれはまあ映画に合わないとしてもきっと宮崎さん喜んでくれるんじゃないかなっていう気持ちでね、送ったんです。それがいつも何度でもだったのです。当時の宮崎監督は煙突書きの凛という企画を温めていました。しかしそれは実現には至りませんでした。すごく歌自体が気に入ってくださったということで書いてくださったんですけれども、その煙突書きの凛の企画自体が挫折しましたとそうだったのかと思ってね、少しまあがっかりはしましたけども、その気に入ってくださったっていうんでとっても喜んでたんですいい曲ができたっていうことが嬉しかったんでしばらく連絡は途絶えることになります。その間、宮崎監督は新たに千と千尋の神隠しの制作に取り掛かっていました。そんなある日、宮崎監督は再び木村さんから送られたカセットを聞き直します。そして自分が作ろうとしている映画とこの曲のテーマが共通のものであることに気づくのです。始まりの朝の静かな窓、ゼロになる体満たされてゆけ、海の彼方にはもう探さない、輝くものはいつもここに、私の子供は子供時代の記憶をすべて忘れて大人になっていく。ゼロになる体、満たされてゆけという詩にはそんな意味が込められているのでは。監督はこの曲を映画の最後に流すことに決めました。映画を見終わった後、この曲はどんなメッセージを発信するんでしょうか。